っと、それじゃあちょっと背筋がゾッとする話をしようか。昔、俺の友達の兄貴が夢にすごいはっきりとした場所を見たって言ってたんだよ。どうやらその夢の中では、兄貴は見知らぬ廃墟みたいな建物にいてさ、こぼれ落ちるペンキとか、落ちてくる天井の一部、雰囲気がものすごく重たくて、息苦しくてね。で、その夢があまりにもリアルで、目が覚めた後も気持ちが悪くて仕方なかったって。数ヶ月後のこと、俺たちはドライブに出たんだ。たまたま迷い込んだ田舎の道を走ってると、なんと兄貴が夢で見たその廃墟の建物が目の前に現れたんだよ。一瞬、お互い無言になって、車はゆっくりとその場所の横を通り過ぎた。そこね、なんか腹の底が冷えるような感じがしてね。兄貴がとにかく、ここから離れようと慌てて U ターンさせたんだ。俺たちはその部屋の場所を後にしたけど、何しろ夢と現実の境があやふやになったってわけ。そしてさ、ここからが本当に怖いんだけど、夢で見たはずの建物を見た次の日、兄貴がまた変な夢を見たんだって。今度はぼんやりと、でも明確に大勢の子供たちと一緒にその廃墟の中を歩いてるんだと。問題はね、その子供たちが、兄貴が生きて、この世にいる間は決して彼のことを忘れないって、みんなして一斉に囁いてたことなんだ。夢の中で、兄貴はその子供たちの中に、前に行方不明になった近所の子を見かけたって言っていた。それからというもの、兄貴はその夢を定期的に見るようになって、どうやら彼はあの廃墟が、行方不明の子供たちの最後の姿を見た場所か何かだと確信してるんだ。だから今でも、時々彼が遠くを見つめてると、あいつらがまだ俺を見てるとぽつりとつぶやくんだよ。それ以来、俺たちはあの廃墟に二度と近づかなかったけど、兄貴の夢。